なんで好きになったん？うーわ、よくぞ聞いてくれました。どうも皆さんこんばんは。普段一般からは離れてる。不健康、不健康。でもバラバラより良くない？この日は12時、0時寝て、この日は昼11時寝てみたいな。たまに夜勤ある仕事とかさ、大変だよな絶対。だから夜勤ね。僕が総理大臣になったら、日本国民一人一人から。わ、カラオケ行きたい。今の歌知ってる人？ラッドウィンプスです。今の初めて聞いた。やっぱラッドってさ、君の名はから伸びたっていうかさ、認知度得たじゃん絶対。それ以前の歌ってあんま聞かれてないのかな。どうなん、知らない曲多いよね絶対。ラッド、お釈迦様。でも絶対にあれじゃん、君の名はじゃん、絶対的な知名度得たのは。え、争ってる。最大公約数がいやー、ラットで。え、ラットインプスはみんな知ってるやん存在。さすがに君の名はで一番好きな曲、うわ、なんだろう。いや俺はね、悲しだったんですよちょっと前までは。てか全然悲し好きだけど、ずっとスパークル。まあそうだよね、スパークル、なんでもないやあたりだよねきっと。ラッドウィンプスマジで綺麗系な曲多いんでしょとか思いきや、ちょっと過去遡るとクソエロい曲多いかな。エロいんかって、エロいよ、エロい曲多いよラッド。あとまあ恋愛ソングも多いけど結構エグい系だからな。なんで好きになったん？うーわ、よくぞ聞いてくれました。私、ラッターの、まあ、名前の由来は、まあ、ラッドインプスなんですけど、ラッドインプスを好きになったきっかけは、中学校の頃の部活動。まあ、俺らの中学校時代はもう、全盛なんだよね。バンプ、ラッド、ウーバーワールドとか、カッツンとか、あ、カトゥーンね。で、それで、同じ部活のちょっと洒落てる男の子、ちょっとなんかサブカル好きですみたいな男の子がいて、うわ、なんかこいつなんかすごおしゃれやなみたいな思って、その子が好きだったのがラットの刹那連鎖っていう英語がすごい曲があって、それを歌ってて、その子がかっこよみたいな、英語かっこよみたいになって、それで影響されてやね。いや、刹那連鎖歌えるやつはねモテますね。聞いてみ、めちゃかっこいいよ。でもお前モテないじゃんって。俺の話をしてるんじゃなくて、その友達の話をしてるだけで、急に刺されててワロさん。関係ないんだよね俺は今。なんなん、カス、トゥース。ラットの昔の曲はね、聴いてほしいっすね。おすすめのアルバムは、まあ、無人島か、ご飯のおかず、ですかね。おかずのご飯だっけ？逆か。おかずのご飯だわ。ご飯はおかず。それ、軽音だね。軽音もまあいいですね。ご飯はすごいよ、ないと困るよ、むしろご飯はおかずだよ。ふわふわタイム歌ってそう。は？天使に触れたよなんだが。でもね、会えたよ、素敵な天使に。カラオケ来てー。